エリナー・アルイーズ・グレニッチは、アメリカ合衆国の歌手、ソングライター、プロデューサー。代表作に、B、My Baby、h i g Lon Lon、Hunky Punky、Leader of the Pack, I No Chapel, Do w a t Did Didi, d i v e r Deep, Mountain High などがある。水色が、ブルックリン・地ク・ブルックリン生まれ。父親は、絵描き、電気技師、カトリック信者のウィリアム、母親は、 百貨店支配人のロシア系ユダヤ人ローズだった。一説によると彼女はルーズベルト大統領夫人エレノアにちなんで名付けられ、カトリック、ユダヤ教のどちらでもなく、育てられた。両親が家で音楽を演奏していたので幼い頃に、音楽に夢中になり、アコーディオンを習得した10歳で両親と妹ローラとニューヨーク郊外のレビットタウンに引っ越し、ティーンの頃から作曲し、 ピアノを独学。高校で友人二人と歌のグループ、ジベッツを結成、地元で歌っていた。高校に通いながらアコーディオンで自分の経験からラブソングを作るようになった。高校を卒業するとマンハッタン音楽学校を受けたがアコーディオン奏者を受け付けるトガがなかったので落ち、クイーンズカレッジに入った。17歳で RCA に最初の自分で書いた。 シングル、シリーズントイット、チャチャ、チャーミングを録音。芸名は、エリー・ゲーで、マイ・ボーイ・ロリ・ポップのオリジナルを歌ったバービー・ゲーに、ちなんでいた。1958年に、チャチャ・チャーミングが発売された当時、教授から、ポピュラー音楽をやっていることをけなされ、月光した。彼女は、ホフストラ大学に移籍した。1959年、ジェフ・バリーと出会う。 彼は登園だったので子供の頃に知り合っていたが、グレニッチはアコーディオンを持ってきていたんで、バリーは彼女も音楽が好きなんだと思った。バリーは最初の妻と結婚していて、一緒に夕食会に来ていたので、すぐにロマンスにはならなかった。バリーが離婚すると付き合い始めたが、音楽的にはまだ別のキャリアを歩んでいた。1962年、学生時代、 ブリルビルディングにジョン・グルック・ジュニアに会いに行って、道が開けた。別の要件があったグルック。そこはたまたまリーバーストーラーの部屋だった。部屋からピアノの音が聞こえてきて、ジェリー・リーバーはキャロル・キングの来訪を想定して部屋を覗いたところ、そこにいたのはグレニッチだった。彼女は自己紹介し、そこにいる理由を説明した。 彼女のソングライターとしての才能に気づいたリーバーは、彼女はスタジオをいつでも使っていいという胸を伝える。後にリーバーストーラーは、音楽出版社トリオミュージックのスタッフライターとして、彼女と契約した。バリーの前にベン・ローリアンド・ヤマーク、バーカンと組んでいた。また裏方として、デモテープで歌いまくり、デモクイーンと呼ばれた。この時期の最大ヒットは、 トニー・パワーズとの共作で、など。後ろの二つを共作、制作したのは、フィル・スペクター。1962年10月28日、バリーと結婚。二人で曲を書くことにし、バリーもトリオミュージックと契約、彼ら専用の事務所を与えられた。1963年末、ザ・ロネッツの B。 マイベイビー、ベイビーアイラブユー、クリスタルズのキスでダウン、ハイロンロン、ボブビーソックスザ・ブルージーンズ、ノット・トゥ・ヤングツー、ゲット・マリード、ダーレン・ラブのクリスマスなどがヒットし、彼らは大成功を収めた。共作・制作はすべてスペクター。夫妻はザ・レインドロップスの名前で、シングル・アルバムを録音、グレニッチがオーバーダビングで、 すべての女性ボーカルをバリーがバッセを受け持った。ホワット、映ガイが最初のシングルでザ・カインド・オブ・ボーイ・ユ・ー・キャント・フォーゲットがトップ20ヒットになった。彼らの歌ったハンキー・パンキーはトミー・ジェームズザ・ションデルズがカバーし1966年に全米1位を記録。1964年にマンフレッド・マン・ルーはリディ・ディディが英米でトップに立つ。 1963年末、ザ・レインドロップスはザット・ボーイ・ジョンを録音中ヒットになった。ジョン・カイ・ケネリー大統領が暗殺されたばかりで、ラジオ曲は再生を嫌がったそうだ。彼らはコニー・フランシス、レスリー・ゴーアにも曲を提供した。1964年にリーバー・ストーラーがレッドバード・レコーズを設立したとき、彼らは、最初のリリースは、 フィル・スペクターと共作した、リキシー・カップスの、愛のチャペル、全米1位を記録。続いて、レッドバードに曲を書き、などがヒットした。1965年、グレニッチは、ユー・ドン・とノー、バリーは、o ワー・ラブ・キャン・スティル・ビー・イ・セーブと、録音発表。しかし、結婚生活は救われず、年末に離婚。1966年は仕事を一緒に続けた。 この頃グレニッチは、ニール・ダイアモンドという新しい才能を発見し、バリーと3人でタリランド・ミュージックという音楽出版社を設立し、ダイアモンドの歌を出版した。ダイアモンドは続いて、バート・バーンズのバンレコーズと契約し、チェリー・チェリー・ケンタッキー・ウーマンなどがヒットした。マングレニッチはプロデュースを担当し、バックコーラスも歌った。その後、 元夫妻は1966年のロネッツ、I Can Hear Music、アイクティナターナー、リバーディープ、マウンテンハイで最後にもう一度スペクターと組んだ。フィリスラベルでの彼らの最後のシングルとなった。リバーディープはイギリスで3位となったがアメリカでは商業的に失敗し88位に止まった。数年後、1970から71年にシュープリームスと フォートップスによるリバーディープは14位のヒットになった。1967年、マイクラシコーとパインウッドミュージックという会社を設立し、数年にわたってダスティスプリングフィールド、ザ・ディフィニティブロックコーラル、ザ・ザ・ボイセズ、ザ・ファジー・バニーズ、ザ・ハーディー・ボーイズに楽曲を提供した。1968年に初ソロアルバム、エリー・グレニッチ・コンゼス。 プリデューセスシングスをリリース、ニキホーキが日本で1位、I want you to be my baby もヒットした。ダスティスプリングフィールド、ボビー・ダーリン、ルー・クリスティ、フランク・シュナトラ、エロ、ブロンディ、シンディ・ローパー、ゲイリー・ユー・エス・ボンズなどのボーカルアレンジ、コーラスなども担当したほか、バリーの会社でも歌った。スティーブ・トゥーダンガー、スティーブ・フェルドマンと出会い、 ラジオやテレビのジングル制作を専門とする会社ジングルハビダットを設立した。また、トゥーダンガーとフェルドマンは、グレニッチのセカンド、レッド・イット・ビー・イ・リトゥン、レッド・イット・ビー・イ・サングの制作にも参加している。提供曲のうち、ディーバ・ストーラーのプロデュースのもと、エルキー・ブルックスに提供したサンシャイン・アフター・ザ・レインはイギリスでヒットした。 ラシコーとの共作が1971年に終わると、エレン・フォーリーとジェフ・ケントとチームを組み、ノーナ・ヘンドリックスに提供した、キープ・イット・コンフィデンシャルは、1983年、R&B チャートでヒットした。また、同年、ケントとシンディ・ローパーと一緒に制作した、ライト・トラック・ロング・トレインは、ローパーのソロデビュー作、ガールズ・ジャスト・ワナ・ハブ・ファンの B 面に収録された。 1984年、彼女の人生と音楽を扱ったミュージカルリーダー・オブ・ザ・パックが公開、彼女自身も出演。トニー賞、グラミー賞を受賞。何度かリバイバルしている。1991年、バリーとソングライターの殿堂入り。2004年、ローリングストーン氏の最も偉大なロックソング5 0に6曲が入り、作曲専門としては最多だった。 1964年だけで17曲がチャート入りした。2010年、ロックの伝道の最高栄誉賞、アーメット・アーティガン賞受賞。式典では、キャロル・キングが、バリーマン・シンシアワイル・オティス・ブラックウェール、モルト・シューマン・ジェシー・ストーンなどと一緒にバリー・グレニッチを伝道入りさせた。2009年8月26日、 ニューヨークのストリート、ルーク・エス・ローズベルト・ホスピタルで、心臓発作で亡くなった。数日前に、肺炎で入院していた。2010年2月3日、パティ・スミスが、カリフォルニアのサンタ、モニカ・ピアで即興で、B.E. My Baby を歌い、グレニッチに捧げた。2009年9月20日、シカゴのユナイテッドセンターで、ブルース・スプリングスティーンとイーストリートバンドが、ハ、は、イ、い・ロンロンを歌った。 スプリングスティーンは曲紹介でグレニッチを素晴らしいロックとソウルソングライターインクレディブルロックソウルソングライターと呼んだ。ありがとうございます。